はいどうも、皆様、ウォーカーでございます。テイルズ・オブ・アライズ、前回の続きからやっていきましょう。採掘所の、今果たして何があるのか。こんな地底湖があったとはね。それで、医療施設はどこにある？ここにはそんなものありません。一度だって存在したことはないんです。まあだろうな。でもこの地区に運ばれていく人たちを私も見たわ。地底湖の色、彼らはどこに行ったの？我々の目の前だ。これ今まさに目の当たりにしている。うわ、どういう意味？マジか。ひょっとしてそこの湖に沈めたっていうのか？いや、君たちが見ているそのものだ。かつてそのものだったもの。大きさが違いすぎて分かりにくいかもしれない。巨水？嫌だよ。ねえ、嘘でしょ？まさかこの湖全体が。そう、巨水だ。この全てが。いや、えぐ。話が見えないぞ、ミキュー。その手は何だ？巨水？一体何の話をしている？ティオハリムからしちゃそうだよな。あなたにお見せしたかったものです。精霊力を根こそぎ奪われた時、物質は物質としての死を迎え、生物は死体すら残らない。後にはただ周囲を映すだけの、そこに物質があったことを示す痕跡だけが残る。それが巨水、この湖に見えるものです。この湖が全部、どれだけの人が、タナジンが。やばいじゃん。それを信じろというのか？気づかれずにできたんか。でも精霊力を操る術を持たないタナジンの君の言葉を。鋭である。私も知らないようなことならば、最後にもう一つお見せしましょう。これはヘルガイの果実、すべての元凶です。いや、その目で証明するのか。これが証拠です。あなたの知らないところで大勢のダナ人が死んでいます。いや、ただ死ぬのではない。この世界から消え失せて、その痕跡だけになっているんです。ミスさん、あなたの周りの誰かがこれをやらせているんです。誰かが膨大な精霊力を集めています。やめさせてください。あなたがいなくなれば、メナンシアはまた元の地獄に戻ってしまう。お願いです。あなたの気づいた楽園を永続させるためにできることをしてください。たった10年かそこらの夢で終わらせないでください。私は兄さん、すまない、貴様。だが、閣下に信じていただくには、こうするしかなかったな。どのみち、もう私は長くはなかったな。頼む。
ティオハリネ様を助けて、どうか私たちの夢を。きついし、一人で今この水量ってことは湖できるほどって本当にやばい。マジか、鋭線ここで。あ、やばいぞ、やばいぞ、いきなりやばいぞ。ピナトゥーレ、避けれんなこれ。いや、うっそ。は？は？ちょっと待ってよ。あ、やばい。え、ちょっと待って。ちょっと待って。ほんまに待って。えぐ。ちょっと待って。ちょっと待って。ここでしか。ダメだよ。いやもう、一旦アルフェンで耐えて、その間に。待って。蘇生してくれしよう。ナイスレイズデッド。やばいね。死ぬ、マジでいく。ちょっと待って。はい？強すぎません？やばいって。ちょっとはひるんでくれよ、デュアルム。手はいるけど、やばいか。やばい、ちょっと待って、ほんまにやばい。多分、いや、ナイスファーストエイド。
全然全然ひるむ気配ないんですけど、ハートレスターからありがたい。ちょっと死ぬ、いや回復してくれるわ。ナイス。これ4分の1削ったら終わりかと思ったけど、削れてるけどダメだ。お前がやめてくれ。いやー突進か、そうか今の突進か。レイズデッドしてほしい。苦しんでるからこの間にめちゃくちゃ攻撃ができるっぽいな。止めろ。え、止まってない。いくぞ。動きが止まった。今や。いや、もっともっともっと。しかしゲージは一切溜まる気配ねえな。よし、ナイスナイスナイス。サークの回復マジナイス。ミスター、早すぎた。出すレイズデッドできねえな。これで半分。とりあえずキサル回復させておこう。やばい。いや、ゲージ溜まってねえな。さっきこれでほぼ壊滅したんですが、離れるしかないよなこれ。ナイスハートレスターク。中入れ中入れ。術技使ってくんねえんだよな。極まれに使おうとしてくれんだけど、リンウェルのブーストアタックができへん。それもあって。え、ダメ？ダメ。キサラ本体使ってじゃないとちょっときついか。やばい。
ガードが間に合わん。ゲヒオギ よし、死ぬ。ジャストガードして食らわへんのか。マジで最高じゃん。したらいいぞ。守護法人で。オッケー。重ねろ重ねろ。痛い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 、えぐいって。もうピーチグミが、あ、なくなったかも。あ、オレンジグミだ。これラスト。ごめんなさい、ごめんなさい。もうちょい。いやー、でも今回まだこの技マシな方。下がってガードすれば。オッケーオッケーオッケー。このさっきこのラストのめっちゃ食らっちゃったんやろな。いやまた。いっちゃん最後に多分えげつないんでくんだよ。それだ、それをさっき食らっちゃったんだ。いや待って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 、危ねえ。おいいね、ここでキサラの技で倒すっていう。大丈夫か？一体どうしたんだ、いきなり。衝撃を受けるのは無理もない。だが、ミキウダの願いは無理だ。私にそんな力はない。私はスルドの地位など求めたことはなかった。それなのにスルドブリガで望みもしない資格を与えられ、そのせいで旧友と殺し合い、その命を奪い、憎しみを買い、そんなことはもうたくさんだった。奴隷たちの悲鳴、嘆き、それは私に過去を思い出させた。友の断末は、その死を嘆く者の叫び、私には耐えられなかった。思い出したくなかった。だから奴隷を苦痛から解放したの。ただ悲鳴を聞かずに済むだけのために。待てよ、それじゃこの国って。そうだ、私は苦痛を、死を遠ざけたかった。他のことはどうでもよかった。それで皆が喜ぶというなら、それはそれで良いと思っていた。いや、自分でもそれを理想と信じかけたこともあった。だがそれは私から出たものではなかった。そんな、共存
私たちに語りかけた理想は、あれが全てまやかしだったというんですか。嘘ですよね、ティワハリム様。だって兄はあんなにもあなたの夢を信じて。すまない。そんなことって、よせ！離せ！離して！やめろ、貴様！やめるんだ！離して！私はこいつを三木浦の意志を無駄にする気か！あんたに託された夢はどうなる！殺せばいい。私は空っぽだ。すると重責に怯えて縮こまっていただけの哀れな男だ。殺すなら人思いに殺すがいい。私の気が変わらないうちに。叫びだ。まあ兄もあんな失い方したばっかりし、もう追いつかんわな。テューアリムの行動自体は、まあきっかけは何にせよみんなにとっていいことになってたから、少しは落ち着いたか。否定しがたいところもあるかな。ありがとう。これからどうする？私はまだあの男に用があるわ。あいつが今さらビエザのようになるとも思えない。戦う理由はないはずだ。いいこと。私は、ねえ、なんだか外が騒がしいよ。キサラ、ここにいたか。どうした？ケルザレク様が反乱を起こした。宮殿からダナ人を追放している。なんだと？一体ティオハリム様は？あの執事メガネか。どこにもいらっしゃらない。お前は見ていないのか？ああ、採石場までは一緒だったが。そっか。とにかく今は宮殿に近づかない方がいい。共存派のレナ人も拘束されているらしい。これからどうなるかわからん。お前も用心しろよ。共存の裏で不満を貯めているレナ人もいたということのようね。これがメナンシアの現実か。諦めるのか。この国はもう終わりだ。兄さんの夢を叶えるなんて。それでいいのか。今の兵士も言ってたじゃないか。共存派のレナっているんだよ、そういうやつだって。望みはまだある。だがそれを信じる者がいなくなったら本当に終わりだ。違うか。
だな。宮殿に行く。何が起きているのかこの目で確かめる。何をしている？何って宮殿に行くんだろ。それはそうだが、お前たちが来る必要はないはずだ。テオハリムに言わせると、俺たちは解放者なんだそうだ。感謝する。町の方は大丈夫なのかな。俺らは、そちらも気がかりだが、今は宮殿に行かせてくれ。ああ、騒ぎが大きくなる前に頭を押さえた方がいい。立てこもるからには敵は迎え撃つつもりよ。なら、こちらも準備を整えて挑まないとな。何に警戒した今、キサロ。じゃあ、キ以外ので いつもより短いですけど、一旦この辺で終わっておきましょう。ケルーズ・ダレク。まあ、こいつは黒幕だろうね。とりあえず宮殿に2時間のことで、ここで。キサラさん？どういうモーション今？釣りかな今のモーションして。キサラ入ったことで釣りできるようになるかもしれんな。では、またよかったら次回も見に来てください。ティオハリもクソ強かった。オープニングムービー見てる感じだとすると、ティオハリもパーティーメンバーになるっぽいんだけどね。どうなんだろうか。まあ、このままフェードアウトみたいにしてほしくないところだけどな。ではまた次回お会いいたしましょう。よかったら、高評価、チャンネル登録等よろしくお願いいたします。バイ。